ってさ、何動画撮ろう、動画撮るんでしょ。何下でガタガタやってたけど、何何撮るの。一回失敗してたよね。一回失敗してたよね。カットしないからね。またエイムゼルタスって俺編集して気づいてんだから、イケさんがこのボタンの丸い部分をスッて外すやつ、俺外した瞬間とかカットしてあげてんだから、スッて。いつもくだりあるやん。何いつもくだりって。俺が作業しててわざわざモニターにモザイクかけなきゃいけないシーンが生まれるやつやろ。もしくは俺がこうやってダダこねたりなんだりしてるとこが全部カットされるだけやないか。はい、というわけで今回は何をするんですか。早い何すんの、ヒゲさん、今日は。いや、最近、コメント欄でカメラの位置、隠しカメラ置いてるじゃないですか、いつもカメラ置いてますね、あの辺にあの辺に置いてますね。あれを、いい加減変えろとかもバレてるから、なんか変えろとかいろいろちょいちょい変えてるけどね。あっちとかあっちとか変えてんだけど、言われるじゃないですか。まあコメント欄に確かあったね、いつもカメラの位置同じで手抜きだみたいな。そこがベストバイやね。ベストバイやね。手抜きベストアングルやね。あそこがちょうどいい。そうそう、こっちにいてもそっちにいても映るんだ。そう、あそこしかないね、逆に。ほんでそれでカメラ位置変えようかと考えました、僕が。なんと隠しカメラを大量に購入しました。隠しカメラを大量に購入した。はい。何十万？それしか気にならないよ。値段はおいおい、まあちょっと今企画通りを進めたいんで。ああ、すいませんでした。はいはい。実はもう隠しカメラ仕掛けてあるんですよ。もうセットして。この部屋に。はい。ほんで？まあそれを今からテレさんに見つけてもらうと。探すんだ隠しカメラ。うわあ、フィッ見て。うわあ。みてえじゃん。やべえじゃん、俺らも増やす数5、6人とかに増やす。もう12人いるから、ね、12、3人か。シャンズみたいな、新しく作るテルシャンズみたいな。テルシャンズほらワクワクするって。それ隠しカメラを探せばいいんだね。まあでもただ探すだけじゃないんですよ。おうおう、なんとなんと今隠しカメラを見つけたら、おうおうおう、1つにつき1万円俺がもらえるんだ。そうです。でもそれは俺の金でしょ。違います違います。ない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 、違います違います。ないないない、何何俺の金。もういいか、もういいや、それ。これもうみんな見飽きてるか。もう飽きてる飽きてる。これ聞きたいやついないやろ。早く早くそのくだりって。じゃあシーケンススってそこまでいくやついないやろ。じゃあやっていきましょう。今からも早速やっていきましょう。探せばいいんでしょ。はい、まあ1個ぐらい俺心当たりもうあります。やめろ。それじゃあ早速、企画名いこう。企画名やってよ。企画名、はい、今考えます。嘘。企画名ちょっと考えてなかった。さっき思いついたでしょこれ。今回の企画はですね、はい、隠しカメラ宝探しテルシャーンズ。うわー。じゃあ早速やってきます。はい。どうやって始めるの。ちょっと待って、知らない知らない。どうやって始めるか知らなかったから、何も聞いてなかったから、急に「はい」とか言われてもええってなるから。早速始めましょう、はい。まあ、制限時間は10分。はいはい。YouTube の動画時間的に。これ公開される時にはもうあれなんじゃない。8分で8分でいいんじゃない。もういい時間だからな、もう1時過ぎてるからな。いきますよ。はい、よーいスタート。まあ、僕もう1個見つけてるんですよ。俺これ知らないのがあるんですよね。これ俺これ知らないんだけど、これこれでしょ。まず1個目。いやいや、何すかじゃなくて、これでしょ。これなんかここに不自然に穴開いてるもん。これ黒い点があるんだよこれ。こんなとこにフックなかったしこれ。これでしょ。正解。これ何起動してんの。これ起動してます。マイクとかも全部ついてんの。ついてます。すげえな。これだって普通玄関とかあったら分かんないよこれ。クローゼットとかあったら分かんないです。怖っ。これ何。はい、あ、何。あ、おい、どうぞ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 。何すか。いつ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 。いや、てさ、カメラ見つけるから、うん、まあ、1万円ゲットと。ああ、そんなルールあったね。そう、俺の会だから別に何も起伏がない感情の。やった、これで1万円だぜとかないんすよ。はい、じゃあ1個見つけた。これ大丈夫、停止とかしなくていいの。ここまでいい。そのままでいいっすよ。あ、はい。あとね、もう1個なんかね、これも知らないなっていうのがあったんすよ。何すか。なんか不自然な、なんかすげえチャーチー時計あるんですけど、僕の家こんなのないんすよ。これっすよね。これのなんかどっかこの辺に穴開いてるんですけど、これっすか。てるさん、はい。残念。残念ってどういうこと。それはですね、僕が今日置いたただの時計です。ダミーってこと。はい。ゲーム性高えな、おい。僕がそれ100均の時計です。ゲーム性高えな。うわ、楽しい。偽物もあ
あるのね。偽物もあります。なるほどね、100均で買ってきたやつか。あ、マジか、俺は騙されたわ。まんまとじゃん。池さんの動画構成にハマってるやん、俺。うわ、いや、てぃさん、何、偽物を指摘したんで、はい、マイナス3万円です。俺、ちょ、待って、俺そんなルール聞いてない。そんなルール聞いてないです。言いませんでしたっけ。聞いてない聞いてない。いや、多分動画見かしたら言ってますよ。いや、だって、編集でガッチャンコしようとするのやめて。なるほどね、こんな感じでダミーがあるのね。はい、ダミーを見つけてしまうと、はい、マイナス3万円です。俺今じゃあマイナス2万円ってこと。マイナス2万円です。俺ただ金吸われるだけじゃんこれ。いやいやいや、お前のボーナスになるだけじゃん。お前の夏のボーナスを作ろうとすな。いや、見つけてったらプラスですよ。あとさ、俺指摘しようかどうか迷ってたんだけど、はい、お前の頭についてるやつは何なの。え、なんすか。いや、あ、それこれ、いや、視聴者知らん、わかんねえんだよ。視聴者わかんねえんだけど、これスーってなってここにカメラついてんねん、こいつ。今日これ手持ちカメラと、あとここになぜかカメラあんねん。それ何なの。それは正解。隠してないやん。今回頭につけてるやん。一応映しますか。あ、ちょっと映して、自分でこうなっております。何なんそれは。こちらのカメラですね、はい、オルドロ EP7 っていうカメラなんですよ。おお、なんか大層な名前やね。ほんでこれ、うん、めっちゃいいんですよ、うん、これあの 4K で録画できて、おーおー、 60fps で、うんうん、僕の左手見てください。あ、それ気づかなかった。何それ、リモコン。これこれリモコンっす。え、すげえすげえ、ちょっと貸してよこれ、見してよこれ。どうぞどうぞ。このリモコンで写真撮ったり録画を開始してる。え、すげえじゃんこれ。え、これだからこれカチッつってもう見てる画面を録画できるってこと。そうです。で、こちらのスピーカーついてて、ちょっと待って、なんか案件のニュース。俺の知らない案件じゃねえだろうな。ダメだよステマ。何何、これ案件じゃないですよ。何、いくらしたの。これ、うん、2万円しました。高えや。ちょっと待って、2万円したでしょ。俺もう2万円マイナスだよね。なんかあの見つけたら1万円とか、なんかあの外したらなんか3万マイナス3万円とか言ってるけど、もうそこでマイナス2万円してるよね。なんでですか。いやいやいや、買ってるから知らないの。知らないカメラ。いや、これは経費です。あー、まあいいや、いいや。ほんでほんで、続きは。ほんでで、うん、2万円したんですよ、うん、で、2万円したのにこれ壊れてるんですは。これ、うん、電源入れたらフリーズして、もう何も操作効かないし、うん、もうネットでいろいろ調べて、うん、もういろいろ頑張ったんですけど、うん、結局ダメで。いや、返品しよ。多分ガラクタだった。多分ガラクタっす。ガラクタに2万円使ったの。はい、ガラクタに2万円使ったの。はい、何してんねん普通に。ただガラクタっす。何してんねんこれ。あげますよ。いらねえよこんなんじゃ。返品しとけや。2万円もったいねえよ。あの、これは値段。あ、これ聞いたよ。これ値段5000円です。あ、リーズナブルじゃん。びっくりした。なんか俺普通にこれも1万円ぐらいすんの。リーズナブルじゃん。これはそれ2万円です。で、壊れてんでしょ。壊れてます。クソやな。製品名ちゃんとテロップに出しといて。壊れてたっつって。いろんな人が壊れてる壊れてるって言ってますから。マジでそんなレビューひどいの。そんなやべえじゃん。もうそんなやべえの買うんじゃねえよ。あの、案件の説はここで消滅した。なるほどな。オッケーオッケーオッケー。これも気になってんだよね。どうですかこれ。こんなのもね、こんななんかおしゃれなのも落ちないんだよね。こんなおしゃれな芳香剤空いてないし。これでも、ちょっと待ってよ、これ池さん100均だろ。これ100均。私が選んだのはこのアロマビーズではございません。正解。これ100均。それ100均です。あー、危ねえ危ねえ。分かった。それはさすがに分かった。どこにカメラあるかが分からなかっただって。いや、だから俺ね、こうやってチラチラ見ながら、うん、どこにカメラあるんだろうって探してね。こんな低いところに置いてるから何も映らんしなと思って。何かの全部で。そう。教えてくんねえ。なるほどな。まあ全部見つけたら終了ってなりますよ。はあ、どこだ。この辺怪しいよね。どうしたんですか。これ。それがどうしたんですか。あの、何も繋がってない USB アダプターがあんねん。真ん中に穴開いてる。え、怖っ。え、これカメラなの。正解。え、怖っ。怖っ。これ、え、隠しカメラ。それ隠しカメラです。え、すげえ。大丈夫、映ってるこれ。これ邪魔くせえなこれ。これ、え、ここカメラ。それ映ってますよね。やばこれ。これやば、これ犯罪。いけさん、犯罪これ。ダメだよこんなん。これ没収だからね普通に。うわ。え、これやば。え、これいくらなの。5000円です。あれ一緒じゃない。安。でもこれ怖っ。すごい。それ普通に充電もできるんですよ。え、やば。え、ちょ、絶対わかんないじゃんこんなん。いや、わかんないさ。足元とかになったら絶対わかんないよこれ。足しか映んねえけど。足しか映んねえけど。え、でも俺普通にだってこういう企画ってわかんなかったらずっとこれ仕方してるわ多分。一生しかすると思う。やば、今も撮ってんのこれ。今も撮ってます。こわ。え、他もう見つかんねえんだけど。さあ、頑張って探してください。え、いや、わからん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 。
これは池さんが設置したもの、それともうちのキッズが置いたもの？これ。わかんないですね。え？これ？それ？これ？それ？いやだからこれ。これ。残念。何これ？これうちのキッズが置いたやつ。それは僕が100均で買ってきた、よくわかんない置物。お前が置いてんじゃねえか。うわぁ、だるいこれ、マジで。はい、マイナス3万円。もう今いくらだよ、もうわかんない計算が。もうこの辺ちゃんとずっと出しといてくれ。楽しいな、でもこの企画。楽しいけど、もう飽きてきたな。いや、まだまだありますよ、カメラ。リビングだけなんでしょ。はいはいはい、ここにありますよ。池さんの部屋は、このなんか不自然にこっち向いてるボックスはこれ。なんすか？これ何これ？それモバマットにかこれ。そうっすね、モババっすね。じっと見るね。だってこれ俺のモバイルバッテリーじゃないもん。で、イケさんだってわざわざ俺んちモバイルバッテリー持ってこないじゃん。いや持ってきますよ。持ってこないじゃん。なんで持ってくんねん、モバイルバッテリー。モバイルする必要ねえだろ、だって。なんかよく見たらレンズみたいになんだよな、これ。ほら。え、これでしょ？正解。え、これ怖っ、これマジで。え、俺この気が怖いわ。楽しいけど怖いわ。それモバイルバッテリータイプの隠しカメラです。うん、え、どういうこと？モバイルバッテリーとしても使えんの？そうです。怖くない？やばい、普通にほらモバイルバッテリーなんだよ、ほら。絶対わかんないです、パッと見。ここは何なのこれ？ LED ライト。横にボタン置いてあるんですけど、はいはい、置いてあるっていうかあるんですけど、それ長押しっすね。長押しすると？バグ。え、LED ライトにもなるし、モバイルバッテリーとしても使えるし、なんかこの液晶もちゃんとついてるし、隠しカメラなんだ。隠しカメラなんです。隠しカメラの機能ついで？え、怖っ。これ今録画してんのこれ？今録画してます。え、怖っ。もういくら？5000円です。え、今日5000円なんですよ。え、なんか5000、こういう何カメラって5000円なの大体。5000円ですかね。そういうカメラ大体5000円なんですかね。怖っ。怖っ。見つけてったやつここに集めていくか。はい。はい。よいしょ。はい。2万円、5000円、5000円、5000円。はい。もうここで3万5000円なんだよね。3万5000円のマイナスはこいてるんだよね。いや、そんなことないです。まだあんのこれ。まだあります。池さん。はい。あれだ。あの、火災報知器。あんなんなかった。池さん。はい。あんなんなかった。残念。でさ、何？あれ引っ越してきた時からあったな。え、火災報知器あそこにあった？ありました。嘘。嘘。あった。マジか。引っ越してきた時にはあったな。恥ずかしい。恥ずかしい。うわ。やば、あんなのなかったって言った時のあのキラキラした瞳。恥ずかしい。うるさいね。なんだ本当。それどこね。分からんぞもう。だって普段俺が見かけるようなもしかないし、あれか、コンセント系見た方がいいのか、とりあえずコンセントで直接給電してる場合があるから、こうやってこれ自体も実はカメラだったとかある？いや、それはないです。アーケード筐体型カメラじゃない。やべ、ゲーセンにはびこりそう。はびこるか。誰が応募かいって思ってゲーセンに設置すんねん。あともう俺のものとか昔から別に置いてあるものしかないんだよな。いや、わかんねえなと。探してください、じっくり。いや、もう喋る言葉もねえもん。喋る言葉、ほんと、いや、わからんわ、マジで。だって、うちあるやつだもんな。いや、わからんな、マジで。もうないんじゃないの？ないのにずーっと探し続けるみたいなドッキリじゃないの？いつまで探し続けるだろうかみたいな、あるって言い続けたら、そういうドッキリ。いや、違う。それも面白そうだけど、違います。あ、違うんだ。俺、電球型のでも隠しカメラ見たことあるんだよな。隠しカメラって、おお、こう、びっくりした。今落ちてきたの、本当に。スタースター。ほどけて。こんわ、今の。うわそういう時に。いやいや、今ちょっと映ってた。変な姿が今の一瞬。このマジックとか。はい、いや、あったわ。あった。あった。うん、インク癖も。なくないもん。あるんですよ、それが。ギブアップはあり？俺今いくら金額は？まあまあマイナスですね。お金払ってギブアップしていい？1時半よ。ギブアップしますか？もう10分経ったんじゃないの？10分はもうとっくの通り。制限時間10分ってお前最初言ってたけど。ルールどうした？デルさん、初期設定って大体どっか行きますから。え、じゃあもう終わりじゃない？ブッブーじゃないの？もう10分経ったんだから。ブッブーしますか？じゃあブッブーで。終了。わかんないっす。正解は？正解は、はい、デルさん、ここの棚にペットボトルが置いてあるんですけど、うん、何さ、え、これ、え、水入ってるよ、だって。え？ラベルを見てください、ラベル。こんなウォーター。うわー、かゆ。え？
わかった、これだ。うわ、絶対わかんないってこんな犯罪。はい、うわ、引いてるもん俺。怖いこの企画。引いてる引いてる。池さんだけやで今。笑ってる池さんだけだよ。視聴者もみんな引いてるよこれ。こえ、何、どういうことだこれ。水入ってるけど飲めんのこれ、中の水は。あ、飲めます、飲めます。これ何、キャップ開くの。キャップ開きます。ペットボトル型隠しカメラってことこれ。そうです。きっしょ。そのラベル剥がしてみたらわかります。ラベル剥がしていいのこれ。はい、剥がしていいですよ。カメラだ。え、これ何、こう、あ、忘れた。これがカメラ本体だ。これ動かしてるの今。動かしてます。こわ、へこんでんすよ。あ、なるほどな。こういう形のペットボトルこれ。わかるかなこれ。うわー、きっしょこれ。うわー、で、これで隠してんだ。そうです。これ穴が開いてて、これ、いや、キモいわ。え、じゃあ何、全部で1、2、3、4、5個。あ、ちょっと待って、これいくらだったの。そのペットボトル型カメラは、うん、7000円です。まあまあいい金額すんな。ちょっと上がったやん。5個、全部で5個。てるさん、何さ、まだあるんですよ。まだあんの。ギブアップ、まだあるんですよ。早く教えてくれや。いや、教えます。うん、そのまま放置しないですか。放置しねえ、怖え。警察呼ぶよ、普通。てるさんの、まあ、右側の方の棚、黒いボールペンありません、これ。はい、うん、それ、カメラです。ここだ、ここだ。あ、そうです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 。スパイ。ロシア、ロシアからのスパイ。ロシアに謝っとけ。いや、池さんよくロシア人間違えられるから。いや、確かに。それはある。スパイ、池さん。何これ？これボールペン型カメラ？はい。かけんのこれ？それかけます。ちゃんとインクの替えとかもいっぱいあります。セットでありました。うわ、あ、だから ここの内ポケットにこうやって入れておくんだ。そうです。うわ。ダメやね、これ。なんか変、打ち合わせの時とかしてたら。打ち合わせ、スポンサーこの動画見てるからね。これ見たらもうすぐ、それ、あれじゃないですかって言われるからね。企業のおっさん通して何楽しいの。スポンサー企業のおっさんたち、おっちゃんたち通して何楽しいの。やべえな。いや、わかんない。池さんの戦役は俺知らないから。変なこと言うな。うわ、これいくらしたの。それ7000円です。7000、7000、5000、5000、5000、2万、合計いくら。7、8、4万、9、5万か。まあ、約5万ぐらい。5万も使ったんだ。5万も使ったんだ、池さん。いや、でも面白いんじゃない、この企画。面白かったですか。面白い、面白い、面白い。終わりでしょ。終わりです。いやー、でもあれだね、もう一人ぐらい欲しいんだから、探す人間。俺一人だとずっと喋りながら探すのきついから。そうだね。テロッシャーズ一人だからさ。俺もシャーズみたいにやりてえからさ。一緒に。うん、一緒に。一人だとちょっと限界を感じました。限界を感じた。あの、テロッシャーズ募集します。嘘嘘嘘。これ言うと、DM やべえから。DM とホームページからの問い合わせと、あの、仕事用のメールアドレスめっちゃ問い合わせくるから。テロッシャーズ入りたいですって。ああ、面白かった。はい、じゃあ終わりでしょ。はい、閉めていいの。閉めていいすごいなんか爽やかな動画だね。ドッキリじゃないよね、なんかね。なんかいつもとなんか今日雰囲気違うね。ちょっと違う動画ね。はい、どうしたの、なんか最近動画見た。動画見た、もしかして。ちょっと見ちゃった。あ、見ちゃった。いいよいいよ、爽やかなのせていこう。あんまりお金使わずに。買わないでこういうのだから。使わんからこんな。怖い怖い。あ、でも今後のあれか、ドッキリかけるときこういうのを対応していくみたいな。そうです、ね、だからカメラマークが増えるみたいなね。はい、じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価と Twitter フォロー、あとベルマークをオンにして、みんな俺の新しい動画を待っててくれ。バイバイ。はい、お疲れっす。あ、てるさん、あの、忘れてたんですけど、そういえばお金の精算をちゃんとしといてください。てるさん、これなんだかんだ言って、うん、マイナス2万ぐらいじゃないですか。マイナス2万じゃないですか。マイナス2万で間違えたりして、はい、間違えたりして、うん、でマイナス2万で、うん、あと見つけれなかったやつ、うん、2つあったんで、これこれ、ね、はい、見つけれなかったらマイナス3万なんで、うん、ほんでほんでほんで、でマイナス6万で、うん、まあ、プラス2でマイナス8万。あ、8万円ちゃんと精算しといてください。俺、お前に払うの？はい。お前、ただの夏のボーナス欲しいだけだよ。だって、俺、お前今8万払ったらあれだよ。マイナス13万だよ。これは経費ですよ。オフトーク入ろうや。続きはオフトークです。バイバーイ。
のハード